ライト壊れっかもしんねえし危ねえから避けとくかな。あ、これはハの字の逆ハの字、逆ハの字、あ、間違った、逆ハの字よ、内側さ、なんだ、赤の赤の赤多分いいよ、こそ出るんよ。あ、現在のモードでは6解除になってね、これがいいわ多分、このモード設定だな、モード設定で、なるからイグニア。不安定だ。不安定？あのランプはなんだ？赤緑のランプは。なんか異常なのか。何のランプかな。どうやって降りるの？あ、降りるね。この時はちょっと気づいてなかったですけども、この黄色のランプが、点滅状態になってるんですけども、この黄色のランプの点滅はバッテリーなし状態になってます。で、バッテリーなしの時の設定がホバリングっていう風に設定してましたんで、 GPS モードの状態では着陸ができません。ホバリング状態になります。なので ATT にして着陸しないといけなかったですけども、ちょっとこの時はまだ気づいてなかったです。で、この時は結構パニック状態だったと思うんですけども、ドローンの下に行ってあの足を捕まえながら電源を切ろうかって話になりました。で、ちょっと危ないんでそのまま墜落させようかって話もあったんですけども、プロポを代わってもらって、ATT にして着陸することができたんで、一応壊さないで済みました。衝撃映像が撮れる瞬間までは行きました。今この E だから、この E は下が ATT で真ん中っすよ。で、降りる操作できる。大丈夫そうだね。あっちはポール立てから危ない。あっちだったら安全だと思う。あっちだったら、バッテリーね。この時点で、レーダーが何かを感知して前方に進まなくなっています。レーダー無効にするっていう機能があるんですけども、その設定をプロコンにまだ設定してなかったんで、ここは諦めて引き返して着陸しました。なんでバッテリーねって出るなと思ったの。バッテリーの残量が 70% ぐらいで飛行の実験に行ったんですけども、すぐにバッテリーローのアラートが出ましたんで、最初は K++ の方に電圧のキャリブレーションをしないといけないんですが、それをしたつもりだったんですが、あの念のためもう一回電圧のキャリブレーションをします。 K++ のアシスタントというソフトウェアで電圧のキャリブレーションをしないといけないです。で、実測値をテスターでマルチメーターで測って、ここに入力するとその現在の値というところが変更されて実測値になります。で、電圧保護で、先ほど電圧保護を低電圧になった場合に、ホバリングを設定してたんで、GPS モードだとその場でホバリングして着地できなくなりましたんで、あと散布中に電圧保護が働いた時にその場で停止するよりも音声で知らせる、もしくは LED で知らせてそのまま散布を継続させて、
安全なところまで来て着地させた方が個人的にはいいと思ってますんで、電圧、低電圧保護は無視にしています。この時点ではまだパソコンで K++ に設定しないといけないというふうに思ってましたけども、スマホ側を開発者モードにするとスマホでこの値が設定できるということにこの時点ではまだ気がついていません。スマホの設定画面の Android のバージョンを表示させ、バージョンを7回タップし開発者モードにします。で、 USB デバッグを有効にするとタブレット側の防除のプログラムの方で隠し設定画面が現れまして、その画面でこのパソコンのソフトと同じような設定ができます。今から FPV の取り付けと設定について説明します。 FPV とはファーストパーソンビューの略で、一人称視点という意味です。ドローンの目線になって映像を見ることができる機能です。メーカーのサイトから、スカイドロイド FPV という、APK をダウンロードします。で、APK をダウンロードして、今この、ファーウェイのタブレットの方に、スカイドロイド FPV をインストールしました。ファーウェイのタブレットにスカイドロイド FPV をインストールして、T12 と USB 接続しています。で、 T12 と USB 接続してますんで、こんな感じで映像が映ります。レスポンスはかなりいいですね。このレスポンスはかなりいい感じがします。どのくらいかって言いますと、手がこう今映ってますけども、このぐらい、1秒弱ぐらいですかね。レスポンス的には1秒弱ぐらいだと思います。多分ライトもつくんじゃないかと思います。ライトもつきます。結構バッ明るいライトがつきます。で、このアプリを、このプロポに使う、OPPO の、スマホに入れたんですけども、 OPPO のスマホが外付けのって言いますか USB をどうも認識しないっぽくて、今からどうしてかっていう原因を探してきます。とこれですね、 OTGOPPO のスマホは OTG の機能を有効にしないといけないっぽいです。 OTG 接続を有効にして、やれば多分映像が映ると思います。あ、映りました。これで OPPO のスマホで、 OPPO のスマホにこのスマホに映像が映ってます。ここにある映像がここに映ってます。で、多分この航空マネジメントっていう、アプリなんですけども、これがエリアを設定して散布したりするアプリなんですが、多分このアプリでもこのアプリでも表示できるんじゃないかと思うんですけども、ここの設定で、リモートコントロールタイプを T12 を選択したら、この部分に映像が映るようになりました。なんでこれで今映像が映っていると思います。こんな感じで映像が映ってます。このドローンの、この筐体にはカメラを取り付けるステーがありませんでしたので、こんな感じでカバーに穴を開けてネジ止めしてみました。ちょっと浮いてますけども多分大丈夫じゃないかと思います。意外と頑丈に取り付いてます。で、まあ、飛行の振動で緩まなかったらいいんですけども、なんかここに詰め物かなんかすればもっと安定感はあるような気がします。あと、このネジ穴の部分に
水が入ってこないようにコーキングかなんかで固めると完璧じゃないかと思います。カメラのケーブルはドローンの下の、このカバーの下の方にゴムの穴がありましたので、そこから通してこの甲羅の中に入れてやりました。DJI の N3AG から、K++ の変更が完了しました。でプロポは、スカイドロイド T12 で、タブレットって言いますか、Android のスマートフォンは OPPO のスマートフォンです。これで、航空防除マネジメントっていう中国製のアプリを起動して、防除をすることができるようになりました。でカメラも正常に反応します。これレスポンス結構いいですね。1秒以内ぐらいのレスポンスです。で一応これで飛行も完了しましたので多分大丈夫だと思います。プロポの設定は、昨日いろいろ飛ばしてみまして最終的に、こういうふうに変更しました。これが、リターントゥーホームのスイッチにして、でこれが、上が AB モードで、下真ん中が、GPS で、下が ATT アティテュードモードで、ここのスイッチが、ポンプのオフと連動と手動で、このスイッチをオフと A 点設定、B 点設定で、このスイッチを障害物レーダーのオフ機能にしました。で下のスイッチを地形フォローのオフスイッチにしました。でこの B のスイッチを、AB 開始のスイッチにしました。でこの C のスイッチをリューザーインペラの、回転と停止のスイッチにしました。で設定は障害物レーダーのオンオフはチャンネル9に割り当てまして、でチャンネル9の、設定を A ボイドっていう設定ですね。多分これはちょっと分かんないですけど、ボイド空白な、あボイドっていう意味なのかちょっと分かんないですけども、空白を感知するかどうかだと思うんですよ。でこれに設定すると、ここに見えますかね、A ボイド RC ディセーブル、 A ボイド RC イネーブルって出ますんで、多分、電波のレーダーの有効無効っていう意味だと思います。でチャンネルの12番をレーダーに設定してます。このレーダーっていうのは、この地形フォロワー、地形フォローっていう機能がありまして、この下にどのぐらいの距離が、ドローンの下にどのぐらいの距離を保ったまま維持するかっていう機能です。でこれが下方向についているレーダーで、距離を設定した距離をずっと維持する機能で、これのオンオフの機能をつけました。でこれが結構起伏の激しいところに行くと、このレーダーが例えばその溝かなんかに反応してドローンがいきなり下に落ちたりする時があるんで、そういう時はオフにした方が安定するような気がします。でこのスイッチは、デフォルトではプロポが起動時にオフになってます。でオフの状態でこの地形フォローと障害物レーダーがオンになるように、このスイッチの設定を、リバースにしてます。リバースに設定する方法はこの FUAV デバイスヘルパーっていうアプリがあるんですけども、このアプリでA ボタン、この A ボタンの値をリバースに設定してます。で次にこの D ボタンの値もリバースに設定してます。これで、ボタンを押した時にオフになるような設定になります。あとはこの
隠し設定モードがあるんですけども、このダイヤモンドのマークみたいな隠し設定モードがあるんですけども、このモードに入るためには、Android のデバイスを開発者モードにしないといけないです。で、開発者モードにして USB デバッグをオンにしないとダメです。で、その方法を説明します。 Android のデバイスを開発者モードにするためには設定モードの端末情報でビルド番号の部分を7回連続でタップします。そうすると開発者モードになります。開発者モードになりましたら、この開発者モードオプションで USB デバッグの項目を有効にします。そうするとこの航空防除マネジメントというアプリケーションの、このアプリケーションにこのダイヤモンドのマークが出てきます。で、このダイヤモンドのマークを選択するとパスワードを入れると出てきますけども、このパスワードが、資料とかいろいろ読んだんですけども特に記載がなくて、多分中国の方だったら8が好きなんじゃないかなと思って8を4つ入れてみたらビンゴでした。8、4つで開発者モードに、詳細設定モードに入ります。で、この詳細設定モードっていうのは、パソコンでこの K++ に接続して設定するモード、設定する機能が全部ここで設定できます。なのでわざわざこの蓋を開けなくてもパラメータの変更ができます。で、よく変更しないといけないところが、まあよくって言いますか、変更を組み立てた後で変更するところっていうのはこの感度設定のところです。で、この原因設定の部分を例えばそのもう少し機敏にするとか穏やかにするとかっていうところをここの値で設定します。今のところ全部デフォルトのままです。で、これで例えば少しもう少し緩やかに動かしたいなっていった場合はこの原因を小さめに設定すれば緩やかに動くと思います。簡単なのはここの性能モード、ドローンの再起動が必要って書いてますけども、この性能モードで耐震モード、耐震モードっていうのはこれは日本語訳がおかしいんですけども、これはですね、スタビリティなんとかみたいな感じの名前だったと思うんですけども、ドローンがこう穏やかに動くようなモードです。これが確かデフォルトでこの設定になってたと思います。で、自分はバランスモードで使ってたと思いますけども、このドローンはとりあえず耐震モードにしておきます。で、とりあえずこんな感じで、ドローンの組み立ては終了しました。